ですね。コロンビア大好きすぎて私服全部コロンビア、アロカです。仕事疲れた後家帰ってベンチプレス台に乗る山本です。縦読みの漫画にハマってますか、道方です。縦スクロールのやつ、あれ見やすいわ、むちゃくちゃ。ハウリも夏だよ、やってきましたね。ずっと夏最近ずっと夏ツイッターで上げたら、まあ、バズりました。それはあの動画の企画にしていこうかなというので、今回は山本さんがこちらを持ってきたんですがはい、こちらです。ダダーン、輪切りスイカ。スイカって王道の形があるじゃないですか、うん、ついついあの形であげがちですけど、やっぱ違う形であげて違う角度見たら動物かわいいの撮れるんじゃないかっていうことで、だってスイカ切るって言ったらみんなあの形じゃん。半月型？あ、僕は星いや、絶対言ったなんかもう来たよ、もう来たよ。じゃあ、種取っていきます。はい、スイカください。うん、つまみ食い、もう来た。あれ？はいはいはい、あれ？じゃあ行きますよ。うん、えい。まんべんなくまんべんなく。あ、でもちゃんと皮から食べるんだ。キャサリンがもうでも身に入ってきてたんだ、身の方に。キャサリン、キャサリンだね、これあげるか。回るっていう選択肢がある。キャサリンはダメだってよ。ちゃんと分かったよね。キャサリン、さすが賢い。ああ、スイカなくなっちゃったね。おい、やはりもうちょっとあるから大丈夫。犬ずお大暴れキャサリン、大暴れ。いいよキャサリン、うん、まあ、ない。どんどんなくなっていくわ。あ、いや、はい、あ、やっぱ可愛いですねキャサリン、続きしない。キャサリン続きはやめ。うん、いいね。あー崩壊キャサリンも食べたいよね、仕方ない。いやでも早いな、早いと思うんだけど早いな。もうほとんどキャサリンが食べてるの。キャサリンなしにちゃんとやりたいです。キャサリンあっちにあるみたいよ。キャサリンほらあっちに特別やったね、キャサリン。あ、カメも来たよ、カメも来たよ。どっちが強いんだ。もうカメが来たらキャサリンちょっと遠慮した。ガツガツ来るから多分苦手なんじゃない。苦手なのかキャサリンも。あ、取り返した、取り返したよ。痛くで、おーやーやめてどうするこれ、入れるか。これ危ないよね、バリンっていきそうだよね。僕がキャサリンにキャサリン、もうちょっと。レイちゃん、やったね、スイカだよ、レイちゃん。レイちゃん、はい。レイちゃん、はい。スイカ。はい、レイちゃん。
サリンがチラチラ見えてる。来たよ、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 来たよ。ちょっとキャサリン今さっき食べたからごめん。キャサリンが来たよ。キャサリンダメなんだって。えいちゃん、いたずらしないよ。えいちゃん、いたずらしない。いたずらしないよ、れいちゃん。えいちゃん、れいちゃん、れいちゃん、れいちゃん。はい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 、賢い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 。ん？ああ、ダメダメ、怒ったらダメ。はい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 。はいはいはい。めっちゃかわいい。あ、いい匂いする。臭くて。ちょっと別の子にあげてきます。うん、本当知りたい。モルモットって海外からこう連れてこられたじゃないですか。一番最初に来たのどこだかわかります。この長崎なんです。オランダ人が持ってきたんです、ね、うん、長崎、うん。意外とゆかりのある動物なの。うん、その時にオランダ人があれをマーモットだと思ってたから、まあ日本に間違って伝わったっていう。マーモット、モルモット。うん、もう一見ずにも勘違いじゃないですか。うん。建築から来てるって。あ、いや、まあ僕が言いました、ね。そう、言ったね。謎がいっぱい、モルモット。っていうなんか聞き間違い系意外と動物多いんだよ。あの、シロサイ。なんか調べたらもっとあると思うんで。ぜひ皆さん調べましょう。調べましょう。誰だっけ？メグル。カメゴロ。あ、ウサギも来たね。カメの勢いがあるから、ウサギ苦手なのかな、はい、あれそう、ね、集まってきた。みんな集まってきた。仲良く食べれるといいけどね。カメが早いな。早いね。結構早い。あ、かわいい。多いけどカメが。どうなんだろう。あ、いい感じ。おお。ん？あれ？あれ？あれ？いつもこういうリアクションだよ、あんたたちは。かわいいのに。あ、すいません。あ、やだ。これだと見れない集まり方、モルまみれでした、ね、皆さんの SNS で上げてバズる可能性がある。本当に視聴者さんが撮ってる動画って意外と面白い写真とか面白い動画多いんですよね、うん、見せてもらうと面白いみたいな。動物相手なんで僕らはある程度はいつも一緒いるけど、まあ、そのタイミングに会えるかは皆さん平等なので、同じ目線から撮れるんだよ、お客様も。まあ一部は違うのもいるけど、飼育員の目線の映像を見たいです、うん、言われるんですけど、一緒だからね。そう。まあ、なので、はい。皆さんも、ぜひ、あの、バイオパークに来られた際には、たくさん動画を撮ってください。集団でいるモルモットが可愛いなと思った方は、コメント、スイカ豆で最高と思った方は、ぜひコメント。明日スイカ食べようと思った方は、ぜひチャンネル登録、お願いします。さよなら。バイバイ。あ、結論はいいんだ。あ、結論言ってなかった。また忘れてた。スイカを夢中に食べてるモルモットのお尻を見てるときが一番心に和みますよね。マジなトンで言うのやるから。リアルさが増してるんですよ。ちょっとドキドキしました。バイバーイ。バイバーイ。どうしたんですか、この切り方。スイカが荒ぶってたのに。気が良かったから。山本さんっぽいですよね、うん。こういう切り方をしたことない人はすぐそういうこと言います。なんでこう切らなかったんですか。
ぐるぐる回った。そのままぐる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 回してさ、バネみたいにしても面白かったかもしれない。トルネード。トルネード。うん。じゃあ今度トルネード。はい、ドリルのもんで。ドリル。スマホにあげてきます。はい、おしまいでーす。ドリル。ドリル。ちなみに誰なの？名前わかる？わかりますね。うん。ほげちゃん丸があって。あっちがほげちゃん丸。あっちが。うん。これがコーヒーですね。コーヒー？ああ、ちょっと黒いのが。あれが牛乳です。カモイ。カモイ。白い。フィリップ。フィリップ。白い子たちは、ほぼ見分けつかないな。フィリップはお尻がプリンってなってる。あ、そうなんだ。プリンってなってるのがフィリップ。ほげちゃん丸って言いながら、よりこげ茶のやつがいるっていう。こげ茶じゃない。こっちなんかちょっと茶色です。何してんの？絵描いてます。わかりますか？わかるよ。あれでしょ、ズー。違います。アメリカ。お、このはず。大ちゃん。大ちゃん何しよっと？サポートしよっと、大ちゃん。ここはこう。そこは違う。全然見てないけど。あ、でも見えてんのか。大ちゃん。大ちゃん眠そうだけど。大ちゃん。パワー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 ちょっと言ってますね。あ、レイちゃん来ちゃった。レイちゃん来ちゃったよ。パワー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 お、やーやーやーこっちかわいい。バイバイ。バイバイ。どうぞ。オッケー。長崎バイオパーク夏のプレゼント企画。5つ目のキーワードはのー。たくさんのご応募お待ちしております。の。